大体時速20から25ぐらい検討で直進いただきます、はい、で対象物に近づきましたらハンドル切ったりですね、加速したりっていう行動は今回避けていただければと思います。で一旦ですね自動停止するとシティセーフティーの時と同じようにクリープが 1.5 秒後に再開しますので、はい、一旦止まったらフットブレーキ踏んで止まっていただいて、うん、で少しバック切ってくるっと点火します。2回やります。はい、はい、成功ですね、はい、はい、今日はボルボ S60、今この車はドライブ E という 1.6 リッターの直噴のターボエンジン、それに乗ってます。でこれはボルボ史上最も燃費のいいエンジンと言われてまして、今乗っていてもですね、非常にエンジンレスポンスがいいんですね。ハンドリングはですね、まあ、今高速道路ですけども、そうですね、ニュートラルは直進状態も全く手を添えているだけでビシッと直進します。ちなみに今速度は100キロですけども、それでここで切り始めると、うん、まあこのお応答性のこうスムーズさというか素直さですね。この車サイズ的にですね、アウディの A4、 BMW の3、メルセデスの C クラスがライバルなんですけど、まあ、これはフロントドライブの車ですけども、まあアウディと比べた場合、アウディの FF モデルと比べた場合、そうですね、操縦性は甲乙つけがたいですね。ただまあ室内のその質感というか豪華さではやっぱりアウディの方が一枚上かな。ただまああのスカンジナビアンデザインというか、このセンターのスタックですね、クラスターですね、これがまあ独特の、一枚こう板が浮いてるような感じの、独特なデザインをしてますね。ここがデザイン上の特徴かな。このドライブ E の特徴はですね、燃費の良さなんですけども、1.6 リッターのターボにしては、アクセル踏み込んだ時の反応の良さだとか、その力強さ感ですね、それはありますね。あの 1.6 リッターから想像する以上の、例えば 2.4 リッターとか、加速だけ言えば3リッターに近いかもしれないですね。そのくらい力強さはありますね。はい、じゃあゼロスタートしてみます。お、ちょっとフルスピンしましたね、50キロ、セカンド6200で90キロで100キロ、まあ意外とエンジン音は、まあ、4気筒らしいかなりパンチのあるサウンドですね。まあやっぱり4気筒だけにノーズが軽いんでしょうか。
ハンドルをこう少し切ってからの反応がすごくいいですね。軽やかですね。まあ下級エンジンなので排気量はもう小さくて十分ということですよね。はい、ちなみに100キロは2100回転なんですけど、そっか、アクセルを戻すとエンジン回転はストンとアイドリングまで落ちて、なんかまるであの空走しやすくしているような、こんなアイドリングにストンと落ちるっけ普通。だからなんかワーゲンのコースティング機能に似てるね、ちょっとね。ただまあエンジンはかかってますけど、そこも燃費に関係あるのでしょうか。ちなみに平均燃費今 8.5 ですね。これ今すいません、また車に怒られましたけど、これはですね、ちゃんとその車のカメラが、白線を見てるんですね。白線も見てるんですね。なので、はい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 、すいません、で、白線を逸脱したよと、気をつけなさいとって怒られました。はい、気をつけます。はい、これは T6、3リッターの直列6気筒のターボですね。すごいですね、やっぱりエンジンのキャラクターというかエンジンの違いで車の性格がもうガラッと変わりますね。なんか車格感がもう上がった感じしますね。さすがに6気筒の滑らかさがあると車が一クラス上に上がったような、そんな、重厚感も感じるし上質さもあるし、何たってエンジンの音が滑らかですね。これに乗ってみるとドライブ E の4気筒の 1.6 リッターっていうのはやっぱりすごく軽快だったんだなっていうのがよーくわかりますね。こっちはもっとドシッとした重厚感がありますし、AWD 四輪駆動なので FF の軽快さとはまた違う、ドシッとした安定感がありますね。これが大きな違いです。今ちょっとスラロームをしてみましたけども、 FF との違いはですね、やっぱりリアですね。リアが駆動していることによるものなのか、やっぱこっちの方がドシッとしてます。で FF の方はやはり軽快感、もっとリアが軽い感じで前輪の動きについてきてるって感じがFF の方はありますね。これは面白いな。これはだからエンジンの直列6気筒か4気筒かの違いだけじゃなくて、駆動系の違い、重量配分の違いっていうのが大きいと思います。まあ、S6
10は、これに乗ってみてから初めて考えられるかな。っていうのは、こんなに重厚感必要ないし、エンジンもパワフルな必要ないよっていう方には 1.6 リッター直四で十分だと思いますね。なんかそういう、両方乗ってみてどっちが自分に合うかっていうのを決めるといいと思います。